アンシスは有限要素方 C を中心とする解析ソフトウェア群である。開発元はアメリカのアンシスインク。ジョン・エース・ワンソンは1970年にサシを設立し、翌年からアンシスの開発及びリリースを開始した。当時はナストランが市場に登場し、コンピュータによる構造解析が研究者だけでなく、 一般企業での設計にも活用し始められた例明機で、ANSYS は特にユーザーインターフェースへの開発に注力することでナストランとの差別化を図った。1983年に電磁場解析に対応した ANSYSEMAG3D をリリースすると、構造だけでなく、構造、熱、熱、電磁場などの連成解析と行うことができる。 マルティフィズイックスパッケージをリリースした。圧力による発熱に代表されるように、実際の設計では、複数の異なる条件による検討が不可欠であり、スムーズな連成解析を可能にしたこのパッケージは、アンシスのヒット製品となり、現在でも主力製品となっている。1990年代以降は、他社の買収に及びパートナー製品によるラインナップの 拡充が進められ、特に今後の市場の成長が見込まれていた流体解析関係では3度の合併を行い、社内でも独立した一つの分野として扱うに至っている。またパートナー製品では、要介法による衝撃解析で急速にユーザーを増やした LS、ダイナソルバーを使った解析を可能にするなど、ユーザーからの要望への対応も行っている。また、 1994年には会社名を ANSYS に変更している。さらに特徴であるユーザーインターフェースの充実の面ではマルティフィズイックスや複数のソルバー環境で操作が複雑になった ANSYS を統合された操作環境ですべて設定可能となるインターフェース ANSYS ワークベンチを開発している。これは統合型インターフェースでありながら 利用環境に合わせたカスタマイズやユーザーによる開発も可能にしている。一方で3次元カナダドルの普及に合わせてアンシスデスインスポイスの名称でカナダドル連携型インターフェースを持つ C ツールもリリースすることで設計者の C 導入の入り口として機能させアンシスユーザーの拡大を図っている。日本ではサイバーネットシステムが壮大利点となり販売及び 日本語版の整備などの製品マーケティングを行ってきたが、2001年にアンシスジャパンを設立して、製品技術に関する業務を一部移管した。2004年にはアンシスの CFX 買収に伴い、双方の日本法人であるアンシスジャパンと CFX アジアパシフィックが統合され、アンシスとなった。さらに2008年にはアンシスによるフランと買収に伴い、 両者の日本法人であるアンシスト・フラント・アジア・パシフィックが統合されアンシス・ジャパンとなった。フラント、日本法人では販売管理機能も持っていたため、新会社ではフラントの比重が大きくなっている。また、フラントと研究開発において密接な関係にあったスピード社のスイムスーツレーザー・レーサーが2008年の北京オリンピックをはじめとする競技会で大きく、 取り上げられたため、アンシスジャパンでは統合効果として、これをアンシスのプロモーションの前面に出す活動を行った。ありがとうございます。